皆さん、グーモルー、徳井沙羅でーす。さあ、今日はですね、私の200ある趣味のうちの一つ、インタビューをですね、ちょっとしたいなと思いまして、まあ、誰かと言いますと、今日助っ人で来てくれたスタッフさんがいるんですけど、なんと現役女子大生なんですよ。ちょっとなかなかね、現役の JD とお話する機会ないなと思ったんで、ちょっといろいろインタビューしたいと思います。はい、ということで、こちらが本日の助っ人、まだ会って、15分ぐらいでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。こちらこそ、なんかね、いや、急ですよね今日頼まれて来てくださったみたいな、ね、まさかカメラに映ってることになると思わなかったですね。そうですよね、驚いちゃいますよねちなみにちょっと聞いていいお名前ってあったりしますか？なんて呼んだらいいですか？ヤスでお願いします。ヤスさん吉田ヤスと、あ、ヤスさん、うん、へえ、よろしくお願いします。ヤスちゃん、ヤスちゃんでいいですかね。じゃあね、今何年生ですか？今大学4年生です。4年生。春休みどうでした？春休みはずっと就活とバイトって感じだったんで。そうですよねいや、バイトは何系ですか？バイトはカフェで働いて、うん、あ、おしゃれ。最近みんな JD は何して遊んでるんですか？そうですね、うん、全然外もそんな出れないし、うん、何して遊んでるかなって感じですよね、うんうん、会える機会も少ないので、うん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 、友達と、うん、大丈夫ですか？これ撮れ高、あ、大丈夫ですよ撮れ高とかないんで、このチャンネル今4年生で、今後なんかどういう活動というか、はい、お仕事したいとかっていうのはあるんですか？そうですね、バラエティ番組が大好きで、へ、テレビ局を端から端まで受けたんですけど、うん、昨日めでたく全部落ちまして、昨日はお酒を飲んですぐ寝ちゃったので顔がむくんでないか、うん、いや、全然すっきりしてると思いますよサークルとかって大学ではどんなのに入ってるんですか？はい、企画サークルに所属してます。え、めっちゃいいじゃないですか。え、ちょっとこの番組の企画考えてください今こうやってちょっとコンクリで喋るぐらいしかないですなくて、いつもはこの番組、ロケに行ったりしてるんですよ。私もインドアというコンプレックスがあるので、こう外に出て活動してみたいっていうのがあってやってるんですけど、最近ちょっとロケがまたできなくなっちゃったんで、今日はコンクリなんですけど、サークルは4年間そこですか？4年間そこですね。すごい、じゃあもうめっちゃ企画あるじゃないですかくだらないのしかやってないんですよね、うん、本当に。企画サークルのスローガンが明日自慢できるバカをしようっていうスローガン、なんかすごい新しい会社のなんかスローガンみたいな感じでそれで町のサークルもそうですね、コロナになって、うん、集合禁止されてたんで、あ、しばらくリモート企画みたいな時期もあったんですけど、その時にやってて一番自分が面白いなって思ったのは、競馬イーツって言って、競馬イーツ？ウーバーイーツと競馬をかけてるんですけど、同じ距離ぐらいのウーバーイーツを一斉に頼んで、どれが一番早く着くか、なるほどっていう。じゃあ今日やりましょうか私たちの目的が時代逆行してて、うん、見せるよりも自分らの満足を第一優先にする。でもそれは大事だと思います。やっぱ見せるのを優先しちゃうと見せる見方になっちゃうじゃないですか。 でもやっぱり楽しむというその経験値が一番かなって僕は思います。ありがとうございますありがとうございますなんか100の質問みたいなのめっちゃ聞いてみたくなっちゃうんですけど、おー、ちょっと聞いてみていいですか？いいですよ。じゃあ100質問してみましょう。100個？え、すごい、そんなにありますか？好きな食べ物は何ですか？米です。おぉということで、じゃあ何食べるのか、何食べるのか、99個はじゃあまた次回っていう感じで、そうですね、いいですかね。そうですね。で、ほぉーで終わっちゃった。すいません、今日はありがとうございました。助っ人に来ていただいたのに、今のこれが最近の JD かっていうのを勉強になりました。絶対くぐらない方がいいです。ありがとうございます。ということで、この動画が面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。